今回のテーマは、うち弟子物のの語りです。うち弟子があった時代のお話ですね。カツ丼の話も出てきます。あ将棋世界1991年4月号。米長国を王将、当時の。和が子の恩より。かつて、先輩の芹沢博文九段と話をしたときに。お前とは、将棋の話、酒の話、ギャンブルの話、女の話。 人生もろもろ、あらゆる話をしたけれど、なぜ、ち弟子の話を今までしなかったかわかるかと聞かれ、わかりませんと答えたら、芹沢さんは、それは、お互いにあまりにも辛すぎるからだと一言。それで、二人の会話が一瞬途切れてしまったことがあった。今でも、ち弟子の話をすると、桜井登先生などは、うっすらと、目に涙を浮かべる始末である。 また、熟成というと、木下明、山口秀夫。一瞬にして表情が変わるところが面白い。これが、我々の世代の塾生、内弟子である。内弟子は、どのようなことをやっていたのですか米長永,永世規制が次のように書かれています。内弟子生活で一番大事なことは何かというと、やはり、師匠と弟子の関係よりも、 奥さんと弟子の関係の方ではなかったかと思う。なぜかというと、うち弟子というのは、朝ごはんの手伝いをし、お使いをし、拭き掃除をし、夕飯を作り、後片付けをし、あるいは、お客さんにお茶を出したりと、家事見習いというのがぴったりの生活だったからである。なるほど。でも、将棋が出てきませんが、師匠が将棋を教えてくれたりはしないのですか 現在は、師匠が奨励会の弟子と、練習対局をすることも増えてきていますが、内弟子があった時代は、師匠が将棋を教えるということはありませんでした。観戦記者の倉島武次郎さんが、著書の昭和将棋風雲録で次のように書かれています。私は最初、内弟子は絶えず師匠から、将棋の指導を受けるものと考えていたが、 これは全くの見当違いであった。市川にいた三年間、大崎熊尾八段が、内弟子に将棋を教えているのを見たことは一度もなかった。内弟子たちは日課のように、相当広い庭内を熊なく掃除しなければならなかったし、また、百八を超える盆栽に水をやらねばならなかった。それに、大崎八段の口実筆記や、原稿の聖書もしなければならず、 将棋の勉強は、寸下を見つけて内弟子同士が指すくらいのもので、見ようによっては、方向人以上の国師に思えた、昭和初期の頃のことです。大崎熊尾九段は、親分肌で豪快な方でした。このような内弟子の形態は、大崎八段のところに限った話ではなく、どこでも同じようなことでした。その代わり、内弟子にとっては、 家賃も食費もかからなかったということですね。倉島武次郎さんは、そうしたうちで死生徒が時代錯誤であり、また不合理にも思えたので、大崎八段に、いつまでも、こんな調子でよいのかと、質問をしました。大崎八段は、物事は考え方じゃが、芸事や勝負事の修行は、理屈を抜いたもので、私は、大体、こんな調子でよいと思っとる。 吹き掃除も、修行の一つと言えないこともない。それに、稽古は、素人衆にだけするもので。どんなに、段野球が低くても、専門家を志したからは、教えてもらおうなどという気持ちがあっては、問題にならん。自分の道は、自分で切り開いていく他はない。うち弟子修行は、将棋差しがどういうものか。つまり、騎士の根性とかあり方を、 おのずと体得するところに値打ちがあるのじゃと、微笑を浮かべながら答えた。が、大崎八段が、うち弟子たちの将棋に、全然無関心であったかというと、決してそうではなかった。自分で強くなれないようなら、プロとしてやっていけないということなんですね。熟成はどのような制度だったのですか熟成というのは、将棋会館に寝泊まりしながら、将棋を修行する。 奨励会員の呼び名で、内弟子制度がなくなりかけた頃、それに代わって熟成制度が、地方出身者の生活を支え、将棋修行を受け入れる手段となっていました。将棋連盟の内弟子のような雰囲気なんですね。ほんの少しだけ給料が出ていたところは、違う点です。群馬県出身で熟成だった武者の勝見六段、当時は、次のように書かれています。熟成の一日は、 朝7時半頃に起き、対局室や玄関、事務所などの掃除から始まります。9時頃になり、記録係の奨励会員が到着すると、一息入れて食事。その後に、新聞の将棋欄の切り抜き、対局用のお茶の補充、昼食の注文、配膳、その片付け。自分たちの昼食が済むと、3時のおやつの買い出しを仕配ります。合間を見て、 宿泊室と風呂の掃除をし、徒行をしいた頃には、もう、夕食の注文と、配膳の時間と、全く目の回るような生活。大変だったんですね。大変ではありましたが、毎日感想戦を見ることができましたし、感想戦を終えた騎士が、練習将棋を指してくれることもあったそうです。米長王将の、和菓子の恩に戻りましょう。 セリワさんにはうち弟子時代に、カツ丼をご馳走になったことがあった。小僧の神様が、たとえ吉兆へ招待してくれたところで、これほど感激はしなかったろう。吉兆は超高級料亭。小僧の神様は、シ賀直オの短編小説に出てくる貴族議員。一言で言えば、足長おじさんのような人です。この話を山口秀夫七段にすると、 私もご馳走になったことがある。あの味は一生忘れられませんと。お互いに、あとは、話をする必要もない。同じ話をしても、熟成や打ち出しをしたことがないものには、あまりピンとは来ないようである。カツ丼は、昭和30年代のご馳走でしたからね。あれ、このカツ丼には、グリーンピースが入ってない。米長少年に、カツ丼をご馳走した、芹沢弘文九段も、 著書さしつさされつでカツ丼について書かれています。カツ丼の恩義というのが、将棋界にはある。カツ丼を奢られたら、食ってしまったら、どのような立場になろうとも弟分である。その喜び、忘れたと言ったら、ほとんど仲間外れにされてしまう。昔の将棋界において、カツ丼は、非常に大きな意味を持っていたんですね。 昭和の刑事ドラマの取り調べ室での活動よりも、大きな意味を持っていたはずです。食べている最中に、故郷のお母さんは泣いているぞ、と、下川達平さんのような人情派の刑事が言うんですよね。それはともかく、米長王将の、我が死の恩に戻りましょう。私も長じて、仙崎、林場をうちで死に取ったけれども、ひょっとしたら、二人とも、 私と同じような思いをしているのかなぁと、時々思うことがある。私自身としては、十分の一の苦労ではなかったかと思うのだけれども、しかし、これは、師匠の側の思いであって、内ち弟子側の思いとは、全く別のものだから、こればっかりはわからない。今、弟子が多くいるのは、佐世祐二先生と、高柳敏夫先生が双璧である。 数多くの弟子がいて、大勢の内弟子を取られたものである。しかし、私自身思うことは、佐瀬先生における私と、高柳先生における芹沢博文だけは、他の弟子と、全く別の存在ではないかと思う。他の弟子は、すでに、師匠の生活にゆとりができた後の弟子である。中原誠などは、内弟子というよりも、むしろ婿養子である。 花村先生が森下くんに注いだ愛情は、実の親子以上のものがあった。芹沢さんから聞いた話だが、口の聞き方の悪い芹沢さんに対して、師匠はナイフを投げつけたことがあった。それを、芹沢さんがもちろん避けたのに対して、なぜ、お前は、師匠の投げたナイフを避けたか、と、これでお説教を喰らうという凄まじさであったという。おそらく、 高柳・中原の間には、こんなことは一度もあるまい。米長させの関係も、またしかりである。言うならば、指定というよりも、それは親子である。この辺りのところを高柳先生から、一度お話を伺いたいものと、常々考えているところだ。ナイフですかまるでテレビドラマか映画のようです。なぜ避けたのかも、インパクトが大きいです。この件で、 高柳敏夫八段、当時が将棋世界の同じ号で、コメントをされています。米長、芹沢の、内弟子問答は、何かで聞いたことがある。別に、くしゃみは出なかったが、その辛さがどのようなものか、正直言ってわからないのである。居候、置いてあわず、いてあわず。似て非なる例えだが、双方、立場の相違を言えてみようである。 居候、置いてあわず、居てあわずは。居候は、それを世話する側でも、厄介になる側でも、物心両面において何かと苦労するため、割に合わないものだという意味です。なるほど。一般論としては、誰も得をしないという言い伝えなんですね。だが、今でも、人間形成の一つとして、したいこと、言いたいこと、の、 自我の余地のない一時期の体験は、無駄なこととは思っていない。芹沢と私の関わりは、芹沢の中学2年から約8年。その後の中原の小学5年からの約10年。私の年代的にも、A 級八段になる前からの芹沢と中原とでは、やはり違っている。ナイフを投げた剣についても、ナイフでなく、なきり包丁で、 セリザワの足元の畳に投げつけた。気配りはしていた。動機は何かは忘れたが。相撲の兄弟子は、無理変に玄骨と隠そうだが。私自身が上昇を志している頃なので。所持攻撃的で荒っぽかった。セリザワは、大変な時の内弟子修行だったのだと思う。中略。泣きり包丁は、ナイフや日本刀や出馬包丁のように、 先が尖っているわけではないので、危険度は少し落ちるものの、やはり投げつけられたら相当に怖いですよね。昔の話で、灰皿が飛んでくるという話は聞いたことがありましたが、泣きり包丁は相当な迫力ですね。いやいやいや、ドラマチックです。芹沢の時も、中原にも、健康には留意させた。私の自慢は、 我が家を出る時きの芹沢にしても、中原にしても、人並み以上の体格だったことである。中原の後の宮田にしても、これは少々太めにしすぎたかもしれない。その宮田も、入門直後、円形脱毛症にかかっている。のんびり型の宮田にしてそうだから、内弟子というものは大変なものなのかもしれない。こちらは、宮田敏夫八段が余談に昇段した対局の時の写真です。 東西決戦の時代ですね。少々太めにしすぎたかもしれないがおかしいです。冗談に。中原は、誰の弟子でも変わらないが、芹沢の師匠は、私でなければ務まらないと、自信を持っている。芹沢は、うち弟子の辛さを語っても、それによる恨みといったものはない。と確信している。中原は、誰の弟子でも変わらないが、 芹沢の師匠は私でなければ務まらない。これは高柳名誉区団の名言ですね。高柳名誉区団は芹沢九段が亡くなられて間もなく文芸春秋に学弟子芹沢博文の詩という文を書かれています。この作品は第1回1989年の将棋ペンクラブ大賞雑誌部門大賞を受賞しています。最後に 高柳名誉団が内弟子制度について語られているインタビューを見てみましょう。将棋マガジン1993年6月号。鈴木輝彦七段の枕の将棋学93高柳歳夫名誉団より先日行われた先生の名誉団をお祝いする会は大正解でした。一問百段突破記念も兼ねられていましたが、それだけお弟子さんも多くて、 いご苦労もあったと思います。弟子育成についてお話を伺いたいのですが確か芹沢先生が初めてのお弟子さんでしたねうち弟子ということだったんですかそうだね芹沢が中学2年だったかな先生は30歳くらいになりますか随分若い師匠ですね30歳でうち弟子を取るというのは大変だと思いますが その当時は、打ち弟子が普通だったわけですか。というよりは、自分自身が、打ち弟子をしたから、そういうものだと思っていた。高柳名誉団は今安ロ郎名誉団門か。今名誉団の女性でもありました。打ち弟子、独立、結婚ね。再び師匠と同居するという流れだったんですね。芹沢の時は一人だったから、まだいいんだよ。芹沢と入れ違いに、 中原が家に来た。中原は小学校4年だったから、親が心配して、親類の女の子をお手伝いさんとして一緒によこしたわけ。ええ、それは知りませんでした。二人ですかそこに、芹沢の妹が東京に勤めるというので、家に下宿して、弟も泊まり込みで遊びに来て、半分居候でいた。 若い者が大勢いるものだから。私の兄の息子も遊びに来るわけだ。それで、私たち親子四人の家族よりも多い居候がいた。すごいですね。それは大変でした。でも、なんとなく住んじゃったからね。中略。当時は、将棋というものは、一種の徒弟制度みたいにして修行するものだという考えでね。頭で覚えるんじゃなくて、 生活しながら体で覚えるものだと思っていたわけ。これがうち弟子制度の真髄なんですね。今、地方から出てきた子が、プロ騎士になりにくい状況があると思うんです。ほとんど将棋連盟に通える範囲にいる子がプロ騎士になって、地方から出てきてアパート暮らしをしていると、なかなか難しい。うち弟子ならいいんでしょうけど、うち弟子というのは、結局暇がないことなんだね。 そういうのがいいんじゃないかな。短い時間に集中して勉強するということもあるのでしょうね。今でも、うち弟子みたいな形がいいと思われているんですか。それはちょっと難しいね。というのは、私が思っていた将棋と、今の将棋は、ガラッと違うからね。それは私が思うよりも、中原が切実に感じていることだと思う。はい。中原は、 打ち出しをしながら、将棋を覚えて、一番の目標にしていた、大山さんを任して、名人を取った。だけど、それ以後の谷川さんは、また違う将棋なんだ。羽生くんになると、輪をかけて違う。中原は、おそらく、その度に苦心したと思う。大山さんに対する将棋の勉強と、谷川さんとの戦略の方向転換。それから、羽生くん以下若手とのことも、 波ならぬ方向の転換だと思う。大山さんも、木村さん、増田さんを任した後に中原が出てきて、自分の覚えた将棋を路線変更している。だけど中原ほどではないと思うんだ。育ってきた家庭が根本から違いますものね。確かに将棋感も変わりますよね。将棋自体も違うし、戸惑いがあったと思うね。結構苦しんだという感じですか。 まだこれからも続きますから、容易じゃないですね。途程制度で、将棋は、体で覚えるものだと思っていたのが、どうもそうではないらしい。今は、雑巾がけするよりも、少しでも詰将棋を解いた方がいい。という合理的な感じですね。それがいいかどうかわからないけどね。家はあまり大きくなかったし、芹沢とか中原は雑巾がけとかしなかったけどね。 そうですか。芹沢先生はずいぶん雑巾がけをしたように言ってましたがだって雑巾がけするような家ではないただ井戸があったから水汲みはやったね芹沢先生の話だと筆舌に尽くせないような苦労があったように言ってましたけど大げさだったんですねうち弟子とても奥の深い世界ですねそれにしても うち弟子をしながら覚えた将棋で、大山十五世名人を破った中原十六世名人。途程制度で、将棋は、体で覚えるものだと思っていたのが、どうもそうではないらしいと、高柳名誉団に思わせた谷川将棋。そして、それに、さらに輪をかけた羽生将棋。歴史の中での壮大な流れを感じさせられます。その変化に対応して、自らも変化した中原十六世名人も、 本当にすごいと思います。次回は、米長国を衛生規制とさせ有事名誉団の、指定関係について振り返りたいと思います。ところで、少し気になっていることがあるのですが、何でしょう雑巾がけと井戸の水組み。どちらが大変なのでしょう井戸の水組みって重そうだし、水がなくなったら、何度も組みに行かなければならないし。そんなに気になるなら、 今度、私の家の一日打ち出しになってみませんか積極果敢にお断りしたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。よろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。